こんにちは、エンタメゴシップニュースです。ドジャースの大谷翔平選手は、敵地ニューヨークで行われた試合に1番 DH として出場しました。試合の中盤、大谷選手はメッツを突き放す。ダメ押しのスリーランホームランを放ち、試合の流れを決定づけました。観客からのブーイングに対しては笑顔で応じ、さらには自らもブーイングをする場面も見せました。このユーモアに対して、MLB 公式の SNS では、大谷選手がブーイングを笑い飛ばしたとの速報が流れ、ファンからは彼はゴールデンレトリバーのようだ。みんな彼を愛していると言った。温かいコメントが寄せられました。大事な3戦目では、9番のキケ・ヘルナンデス選手が、貴重なソロホームランを放ち、4対0とリード。ホームイン後、大谷選手とヘルナンデス選手は、カメハメハポーズで喜びを分かち合いました。しかし、その直後、大谷選手は打席で、ボールがデリケートゾーンに直撃し、男性ならではの激痛に耐えながらプレーを続けました。カウントノーボールにストライクの場面で、力のないスイングをし、三振に終わりましたが、その痛みによる影響は明らかでした。そして、この試合の最も注目されたシーンは、8回に迎えた大谷選手の5度目の打席でした。ノーボール1ストライクからの内角へのカットボールを捉え、ライトポール際に飛び込むポストシーズン第2号ホームランを放ちました。打球速度は 115.9 マイル、打球角度は37度で、高々と舞い上がったこの特大ホームランは、ベンチの山本投手も驚いて頭を抱えるほどでした。このホームランで7対0とリードが広がり、メッツファンが次々と球場を後にしました。MLB のデータ解析システム、スタッドキャストによると、打球の角度は、ポストシーズンで記録された中で最高の37度で、最高到達点は 41.8 メートルにも達したとのこと。この高さは、日本武道館の高さや14階建てのビルに相当し、その驚異的な飛距離と高さに観客も驚嘆しました。彼のポストシーズンでの得点圏打率は、驚異的な833、6打数5安打であり、本塁打や打点も含め、圧倒的な数字を叩き出しています。この成績を見たアンチたちは、以前の低打率批判にどう反応するのでしょうか。また、ポストシーズン第1戦以来となる、大谷選手の特大ホームランについて、MLB 公式サイトの記者ティコ氏は、シティフィールドでのあの瞬間、大谷がスタジアム全体を静まり返らせたと報告しました。右翼スタンド最上階にミサイルのようなスリーランホームランを打ち込み、その直後に多くの観客が席を立ち、会場を後にする様子が描写されました。さらに、米メディアアスレチックのティム・ブリトン記者は、大谷の打球がフェアかファウルか際どい場面で、スタジアム中が息を呑む中、その一打がメッツファンをスタジアムの出口へと追いやったと報じました。このホームランによりシティフィールドが徐々に空っぽになっていく様子が紹介されました。ドジャースファンたちは大谷選手の7試合ぶりのスリーランホームランで8回に勝利を確信し、喜びを爆発させました。続く9回にはマンシー選手がソロホームランを放ち、ドジャースは8対0で大事な3戦目を制し、シリーズ成績を2勝1敗としました。ドジャースは2020年以来4年ぶりとなるワールドシリーズ進出まであと2勝に迫っています。MLB 公式サイトの記者サラ・ガンス氏は、現行の4戦選手方式において1勝1敗から3戦目を制したチームの突破率が 69%、 さらに敵地で3戦目を勝利したチームに限れば突破率が 75%、 40チーム中30チームに達することを紹介し、ドジャースファンにとっての希望となるデータを伝えました。ドジャースはポストシーズンで4度目の完封勝利を挙げ、2016年のインディアンスが記録した5度に次ぐ成績となっています。さらに2点差以上の完封を3回記録したのは MLB 史上初、8点差以上の完封を3回達成したのも
史上初の快挙であり、不安視されていた投手陣が期待以上の活躍を見せています。この試合では先発のウォーカー・ビューラーが4回を投げて被安打3、四球3を出しながらも無失点で抑えました。データサイトオクタスタッツによると、ポストシーズンで4イニング以下を投げ99球以上を投げた投手が無失点に抑えたのは史上初の記録です。試合後、ビューラーは重要な局面を乗り越えられたことを誇りに思う。10月の試合は何よりも失点を抑えることが大切だ。それを4イニングで達成できてよかったと語り、納得の表情を見せました。また、シーズン中に思うような結果が出なかったことについて、自分にとっては長く厳しい1年だった。復帰しても調子は戻らず苦しかったが、ポストシーズンではベンチ入りが目標だった。この舞台に立つために努力してきたから、過去の失敗はもうどうでもいいと述べ、強い意欲を見せました。2020年のワールドシリーズでの活躍に続き、再び大舞台で力を発揮する姿が印象的でした。ロバーツ監督も、故障者が多い中で投手陣が無失点に抑えたことを高く評価し、長いシリーズを見据えた時、今日の試合で少ない球数で投げ終わり、フィリップスやハドソンを温存できたのは非常に大きかったとコメントしました。この勝利が今後の試合を有利に進める上で重要な意味を持つと強調しました。また大谷翔平選手のスリーランホームランについて、ロバーツ監督は翔平にとって自信を持ち続けることが一番重要だった、それが今日の一番の収穫だと語り、次の試合に向けて大谷選手の調子に手応えを感じている様子でした。テオスカー・ヘルナンデス選手は大谷翔平選手のスリーランホームランについて、翔平はどんな状況でも同じ姿勢を保っている、ヒットが打てなくてもホームランを打っても常に平常心を持っていると称賛しました。そしてランナーがいる場面での翔平は特に素晴らしい集中力を見せると大絶賛しました。また9番に起用されたヘルナンデス選手は本塁打に加え2塁打1本と3つの四球を含む5打席全てで出塁しました。なかなかいい一夜だった。本塁打は確かにクールだけど、それ以上にチーム全体がチャンスを作ってくれたことが嬉しいと納得の表情を見せました。大谷選手の一発についてもビデオ判定が行われた際、彼の実力に誰もが注目していると語りました。一方、大谷選手がランナーのいない場面での打率が低いことについての質問には、なぜそれが話題になっているのか理解できない、彼はフィールドで最高の選手だ、ランナーがいない場面で打てていないことなんて誰が気にするんだと語り、大谷選手のパフォーマンスを擁護しました。彼が打席に立つたび、誰もが何かが起きると期待している、彼はその期待に何度も応えてきた、ランナーがいない時に打てない場面があったとしてもそれが大谷翔平だと続け、彼の実力を強く支持しました。メッツのフランシスコ・リンドア選手は試合で無得点に終わったことについて、誰かが出塁したら打者が仕事をしなければならないが、今日はドジャースの同種が重要な場面でしっかりと仕事をして、我々の打者はそれができなかったと振り返りました。特に得点圏にランナーがいる場面で仕事をすることが必要だが、それも野球の一部だ、相手チームには敬意を表するし、明日の第4戦でリベンジできればと思っていると冷静に語りました。さらに大谷選手を2打数無安打1四球に抑えたメッツの先発投手セベリーノは、大谷やメッツのような危険な打者たちは場合によっては歩かせることが必要だ、無理に勝負してヒーローになろうとせず慎重に投げることが大事だと語り、今日の投球を振り返りました。フリーマンのような強打者にも同様に慎重な投球が求められると自身の戦略を説明しました。メッツの投手メギルは大谷翔平選手に
打たれた特大ホームランについて、もっと高いところに投げようとしたんだけど、今日のカットボールは少し沈んでいて、完璧なコントロールができなかった。彼の得意なゾーンに投げてしまって、アッパーデッキに打ち込まれたと悔しそうに語りました。メッツのメンドーサ監督は、試合後、これはプレーオフだ。素晴らしい投手陣と対戦するのは難しいことだと話し、重要な場面で一打が出なかったことを悔やみつつも、選手たちへの信頼を強調しました。これまで、この場所に連れてきてくれたのは、あの、メッツのクラブハウスにいる選手たちだ。彼らがきっとやってくれると信じている。ポストシーズンでの投手たちの攻略は難しいが、チャンスを作っているのだから、誰かが一歩前に出て、大きな一打を放ってくれるだろうと、今後の試合に期待を込めました。明日の第4戦では、山本投手が先発を務めます。メンドーサ監督は、山本投手のスプリットや、データに基づき、左打者には強いことから、右打者を多く並べることを計画していると話しました。山本投手は、対右打者に対して打率263、対左打者に対して打率133というデータを残しており、監督もその実績に期待を寄せています。この試合で貴重なスリーランホームランを放った。テオスカー・ヘルナンデス選手は、自分の役割について、9番を打つということは、7番や8番とは違い、1番の大谷翔平選手に直接つなぐ、重要な役割を担っていると語りました。彼は、大谷選手がランナーなしとランナーありで、明らかに打席の雰囲気が違うことはみんなわかっている。最初の2打席では彼のために、出塁できなかったことに腹が立った。3打席目は、とにかく出塁して、翔平にランナーを、背負わせたいという気持ちだったと、9番打者としての使命感を明かしました。さらに、ヘルナンデス選手は、ポストシーズンでの活躍について、僕はプエルトリコ出身で、打点の血が、流れているからかもしれないけど、10月の試合が大好きなんだ。敵地での試合で騒がしい中で、プレイするのが最高に楽しいと語り、ポストシーズンでもっと活躍する決意を示しました。パドレスとの第一戦で悔しい投球を見せた。山本由伸投手は、その後、チームメイトのテオスカー・ヘルナンデス選手から、励ましを受けました。失恋した女子高生のようにカフェで、2時間も話を聞いてくれたと振り返る山本投手は、仲間たちのためにも明日の試合で、結果を出すことを誓っています。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。